はい、こんにちは、ゆうたです。今日は、SIR 系と Web 系、どっちがいいのかみたいなお話をしていきたいなと思います。はい、僕は今そうですね、7年目とか8年目とかですかね、エンジニアとして働き始めてからそのぐらいなんですけど、4、5年ぐらいはずっと SIR の仕事をやっていて、最近はね、ここ2、3年ぐらいで Web 系のお仕事を、いただけるようになってっていう感じで、やってますね。で、なので一応 SIR 系も Web 系も、どっちもね、一応経験したので、その一応経験談というかね、なんていうの、ある程度その実体験踏まえた内容になっています。はい、ですね。で、結構ね、その SIR ってなんか叩かれがちですよね。クソだみたいな結構言われてて、なんだろうな、それは後から言っていこうかなと思ってるんですけど、なんかね、Excel 職人のね、Excel ばっかりいじらせられたりとか、そういうようなね、ことがあったりして、あんまりいいイメージがないんでしょうね。っていうところなんですけど、そういうのも含めですね、お話ししていこうと思います。一応どっちがいいのか、これ結論付けるとウェブ系の方がいいかなっていうのは思うんですけど、これちょっとね話していきますね。で、まずそれぞれの特徴をですね、話します。SIR 系、まず SIR って何かっていうと、システムインテグレーターの略なんですね。これってどうやら日本にしかないらしいですね。これごめんなさい、嘘かも。日本だけなのかな。なんか海外、アメリカとかにはないらしいですね、これがね。このウェブ系、SIR 系、この、なかなか区別がね、しにくいと思うんですけど、ピンとくるのは、例えば NTT データとか日立とかね、富士通とか、そういうような有名、でっかい会社っていうのが、SIR と呼ばれるところで、そのユーザーさんからシステムをね、受注し、システム開発を受注して、そこがね、責任持って作って納品する、受け負うみたいな感じですね。そういうのが SIR と呼ばれたりしますね。銀行とかね、そうですね。というところですね。なので、基本的に SIR の仕事ってなると大規模なものが多くなります。ちっちゃい仕事をたくさんやってもあんまり稼げないんですね。なので、でっかい企業からでっかいシステム開発を、高いお金で、受注するっていうのが、この SIR のその王道パターンというかね、あれなんですね。だから、そのちっちゃいシステムとかだとあんま稼げないからね、採算取れなくなっちゃって、結局大規模システムにを、なりがちというところがありますね。で、まずそのウォーターフォールモデルと呼ばれる、手法が多いですね。ウォーターフォールっていうのは滝ですよね、確か。要はこの頭から決めてって、やっていくわけですね。要件定義、基本設計、詳細設計、
構築、テスト、運用みたいな、うん、まあ、そういうのが決められてて、それの、ね、ゴールがある、それに向かってもうちょっとずつ積み上げていくみたいな、そういう感じですね、うん、で、このウォーターフォールの中で設計書とかっていうね、あったりするんですね、うん、これがね、ちょっとクセモノが多くて、なんかよくありがちなのが、ワード基本設計書、Excel 詳細設計書みたいなね、うん、そういうのがあったりしますね、うん、で、まあね、フォーマットが結構決められてることが多いですね、うん、で、なんかあれとかありますね、 Excel 方眼紙というやつですね、うん、あれ、Excel のね、多分1センチ、正方形1センチの方眼紙ですね。Excel を無理やり方眼紙にしていて、あれ、結構ね、フォーマット揃えながらというか、いろいろついつま合わせながら、結構作る、まあ結構しんどいんじゃないかなと思いますね。うん、はい。だったり、なんかね、印刷させられるところもありましたね。うん。なんか紙で管理してるっていうところもあって、銀行とかだと結構そういうの多いかなと思いますね。はい。で、結構ね、自分の担当が分かれていると。明確に分かれているってことですね。うん。例えば、ゆうたさんは、この担当ですね、例えばメールサーバーの担当ですと。だったらメールサーバー以外のことって、ほとんどね、気にしなくていいんですね。うん。だからもう結構他人事だったりします。うん。っていうのが、まあ、良くも悪くも、そういう立て付けになってるんで、自分のが終わりさえすれば、まあ別に、他のはね、どうでもいいっていう、そういうドライの見方もできるわけなんですけど、結局その契約が違ったりするからね、会社ごとに。っていうのがあったりしますね。で、それは良くも悪くも、そうなってると、他のがね、まあ勉強できなかったりするわけですね。他の全然触らなくて、結局自分の担当範囲だけ詳しくなって、他は全く、この知識力がゼロみたいになっちゃうと、うん、あんまり得られるものは、ウェブ系に比べて少ないかなっていうのは思いますね、そういうところで、うん、そうですね、まあ自分のやる気次第ではあると思うんですけどね、うん、だから自分の担当のところを結局その納品するまでね、まあ10ヶ月とか1年とかあるわけですね。それメールサーバー1年ずっとやるのってねって感じじゃないですか。そんなやんなくてもいいですよね、うん、はい、っていうのがありますね。はい。で、ハンコ文化、ですね、これもね、まあ結構あるかな、うん、まあまさに請求書とかは、ハンコですね。うん。物理ハンコ、物理ハンコっていうか、ハンコをして、印刷して郵送してっていうところですね。うん。だったり、ちょっと前ね、パソコン申請書みたいな、パソコン、僕は今もね、SIR の仕事も週1みたいな感じでやらせてもらってるんですね。で、まあ、パソコンもね、持ち込んでるんですよ、自分の。で、それ申請書っていうのが必要で、要はハンコですよね。なんか上司のハンコというか、そういうのが必要なわけで、まあなんか、ね、いろいろやりましたね。うん、別の会行ってハンコをしてもらって、この人にお願いしてみたい。まあ、いまだにね、そういうのは、あるっちゃありますね。うん。
もう文句言ってもしょうがないんで、あれなんですけど、うん、まあ、たまにならね、そういうのはいいのかなとか思うんですけどね。はい。で、次が、タコ部屋。これ、庁舎系のお仕事でありましたね。うん。最初はね、その、なんか、レンタルオフィスじゃないけど、なんていうの、その支店というか結構広いところでやってるんだけど、ある程度その大詰めになって構築とか始まってくると、その庁舎の例えばなんか会議室 A みたいなところにみんな詰められて、そこで仕事するみたいなねことになるとなったりしてたんですね。うん、まあ、結構ね隣の人との距離も近かったりするし、うん、あんまりいい空間ではないですね。うん、まあね、まあ、そういうタコ部屋って言われるようなところだと、結構ね、机とか椅子とかが、なんか、そこら辺にあるようなのを、なんですね。うん。なんかね、なんていうの、でも長く座ってられるようなものじゃないような、一時的に座るだけのための椅子だったり机だったりして、うん、すごいね、あんまりそう設備的にはあんま良くはないですね、多分ね、うん、っていうのはあるかな。はい。で、携帯持ち込み禁止、うん、これあったんですね。銀行系ですかね。うん。携帯はね、ロッカーに預けていってくださいと。うん。じゃあ仕事中見れないですね。うん。まあ、それも良くも悪くもって感じかな。今だとあんま考えられないですけどね。考えられないというか、いまだにそういうとこもちろんあるんですけど、まあ、そのセキュリティ的なね、理由からなんですけど、僕は今そういうところに行けと言われたら、そう。止まるしかなくなっちゃうかな。それかそのなんだろう、単価めちゃ高いとかね、ならあれですけど、うん、っていう感じですかね。はい。で、まあ今言ってきたことは結構そのデメリット側の話、まあ、マイナス面の話が多かったかなと思うんですけど、いいところもあって、それは。まあ端的に言うとお金があるってことなんですね、うん、SIR はね、結構ね単価がかなり高い場合っていうのがあります。うん、まあこれも交渉だったり、いろいろそのタイミングだったり契約次第なんですけど、なんていうのかな、僕があったのが週3の仕事を受けた時があったんですね、 SIE が。で、週3だから週3の96時間、なんですけど、96だとちょっと足りないかもしれないから、プラス20ぐらい、色をつけるというか、プラス20ぐらいつけとくので、それをお支払いします。なので忙しかったら20時間をちょっとサポートとかやってくださいみたいな感じで、結局ね仕事量も別にそんななくて、毎回ね定時だったり、とかで帰ってたので、かなりねお得な感じだったんですね、とかもあったりするし、っていうところですね。だったり、あとそのお金の面だと、まあ、月給制なんですね。うん、これって、まあ、結構ウェブ系と大きな違いかなと思っていて、安定感があるんですね、月給だから。で、月給こんだけ決められてるわけですね。うん。だからウェブ系とかだと、あとで話すんですけど、割とね、その
なんていうか、あの時給とかだったりするから、うん、まあ、単純にね休みなら休みだし、だけど SIR だと月給制なんで月いくらなんですね。だからその加減ですね、月いくらだけど加減上限っていうのを決められてて、よくありがちなのかね、140、下が140時間で上が180時間とかそういうやつですね。で140時間以上勤務しないとマイナスになっちゃうと、うん、なので140時間最悪いればいいから、まあ、それ換算で月2日ぐらい2日3日ぐらい、ね、休める計算になりますね、うん、っていうことも、ね、できたりするんで、割とそのなんか安定感とかはね SIR の方があったりするかなっていうのはね思いますね、うん、まあ今言ったのが結構メリットかなっていうのは思います。はいはい。で次ですね、ウェブ系の特徴は、まあウェブ系って何がウェブ系っていうのかなって感じなんですけど、まあ、僕もねこれ話してるけど未だにこの境界とかよくわかんないですね。いろいろそのベンチャーとかスタートアップとか、まあ、ウェブ系とか言ったりすると思うんですけど、まあ、それらひっくるめてウェブ系とか言うのかなっていうのは思うんですね、うん、そもそもこれウェブってなんだよとか思うんですよねどっから来た言葉っていうか、何ですか、ウェブ系ってあんま言葉の意味としてあんまよくわかんないですよねまあ別にいいんだけど、うん、まあ、いわゆる、自社開発だったり、住宅開発みたいな、そういうとこですね。うん。で、その SIR ほどの大規模ではなくて、ある程度融通が利く、その独断でいろいろ決めていけるようなところが多いシステムのことですかね。うん。で、結構みんなが、想像してるエンジニア。うん。まあ、割とねその例えばなんか大学生とかがエンジニアかっこいいってなって、そのかっこいいってなったエンジニアっていうのはまあここら辺ですね、その人のことを指しているような気もしますね、うん、で、まあ、開発手法的にはまあこれまあ様々ですけど結構アジャイル開発的なものが多かったりしますかね。なのである程度作ってそれをね、5割6割ぐらいで作ってそれに対してちょっとずつ、来週はこれこの機能追加します、来週はこの機能追加しますっていうのをやってって、その 100% をね目指していくみたいな、うん、まあ、そういうものですね。ある程度ベータ版テスト版ね出してそういう感じですね、うん、っていうのが結構多いかなと思いますね、うん、まあ本当プロジェクトによって様々だし、まあ別に SIR でこういう開発をしているところもあったしっていうところではあるんですけど、まあ、こういうのがメインかなと、はいで、まあ、設計書って多分あんまなくて、どっちかっていうとそのフリーフォーマットでその必要なパラメータだけ残しておけばいいみたいな、まあ、そういうところが多いのかなと思いますね、うん、これもプロジェクトにで決められたこと決められたフォーマットがあればもちろんそれなんですけど、大体なんか GitHub とかにねなんかね普通のこと書いたりして、それで終わりみたいな、そういうのが多いかな。少なくともその方眼紙、エクセル方眼紙をこにょこにょやるみたいなのはまあないかなと思いますね、うん、はい。で、これ自分の担当範囲が担当範囲はあると、さっきは SIR の時自分の担当範囲が明確だと
まあ、そういうような言い方をしたんですけれども、まあ、もちろんウェブ系でも自分の担当範囲ってもちろんあるんですね。ただ割とね、横断的にいろいろね、いろんな技術やらせてもらったりだとか、まあ、結構手を挙げれば未経験であっても、あ、じゃあよろしくお願いしますみたいになったりすることが多いですね、うん、これはその規模もちっちゃいからね、4、5人ぐらいで開発してたりするから、あの結構見るその方面というか、なんていうの、守備範囲をね広く持っておかないといけないというかね、守備範囲がおのずと広くなるので、その分いろんな技術に手を出しやすい、そういうところがあると思いますね。これが結構成長につながるっていうところかなと思いますし、うん、まあなんか自分でね見つけて、これあやりたいなと思ったところをやらせてもらったりするから、結構楽しい、こういうのは楽しいですよね、うん、はい。で、次はですね、でまあ結構新しい技術を、やらせてもらえたりするっていうので、SIR だと例えば銀行のシステムとかって、新しいものを使うってことは目的ではないんですね。なんていうか、要は安定して稼働して、常に壊れないシステムっていうのが目標なので、なんか2年前、3年前ぐらいのちょっと安定版のね技術、うん、とかを使ったりするんですけど、ウェブ系だと結構その攻めるところ攻めてたりしますね。常に最新版でね行ったりだとか、もう出てきてすぐの技術を使ったりだとか、特にその、自社開発とかで、その役員というかそこら辺結構決断権があるボスがそのエンジニアとかだと、こういうのが結構通りやすいというか、どんどん逆に新しいのをどんどんやっていくみたいな感じの、流れだったりもねするのかなと思いますね、はい。でリモートワークですね、はい。まあ結構 SIR でも今だとねリモートワーク出てきたりするし、リモートワークできた SIR の仕事もありました。うん、ただウェブ系で必ず来てくれっていうのはなかったですね、うん。まあ、基本別に自分のパソコンでやってくれって感じなんで、まあ、別に家でできるなら家でやってもいいしみたいな、まあ、そういう感じですね、うん、はい。で自分で、提案ができるというところですね、はい。これは何だろうな、これもまあ会社によるんですけど、例えば自分がこういうの考えていて、こういうのを作りたいんで買ってほしいんですみたいな、こういうアプリ今考えてるんでこういうの買ってくれませんかみたいな、そういうような提案がね結構できたりするんですね。で案外とすんなり OK って言ってくれたりするんですね。それは社長さんと直接、社長さんだったりその決定権がある人と直接やり取りをさせてもらってるからなんですね、うん。SIやとそんなことまずできないですよね、うん。こういうものがあるんで買ってほしいです、こういう案があるんで買ってほしいですって、まあそんなこと通らないでしょう、うん、多分。これは結構ウェブ系のねいいところかなと思うし、うん、最近やっててね、楽しかったことかなっていうのは思いますね、はい。でウェブ系だと、お金の払われ方が、まあ、時給というところですね、うん。ウェブ系だとというかあれなんです、これもまあ契約次第だと思うんですけど、
時給なんですね。で、ごめんなさい、ずっと話してたあれでしたね、まあ、フリーランス目線で、ね、話させてもらっていますね、今あれすると、うん、で時給なので、例えば1週間インフルエンザで休みましたとなったら、まあ、1週間分お金払われないわけですね、うん、まあ、ただそれだけなんですけど、結果別に休みもある程度自由に取れるし、取れるんですけど、まあ、その分はね働いてないので、その分はお金はいただくことできませんとか、まあ、それだけの話ですね、うん、まあ、SIR だとある程度も月でこんだけと決められているので、これは、ある程度下回ったら、例えばなんか月末にねうまいこと調整して、加減をねと越さないようにみたいなので、できたりするんですね、うん、だから、まあ、その分予定してるお金って結構もらえたりするんですけど、ウェブ系だとそういうのじゃなくても、あの、うん、さっきも言った通りそのですね、まあ時給なんてっていう感じですね。あとあれですかね、なんか、SIR だと結構スーツが多いかな、うん、基本スーツが多いですかね。私服で行ってたりもしたんですけど、うん、今行ってるところは僕はスーツで行ってますね。週1回はなのでスーツ着てます。はい。まあ、ウェブ系でスーツ着ようっていうのは、まあ、基本ないですかね。最初の面談の時とかは割とスーツ着て行ったりとかってしてたけど、うん。まあ、割とね、まあ別に服装までどうでもよくて、まあ、やってくれ、頼んでることさえやってくれればいいわけですね。うん、はい、という感じですね。はい、で、長くなっちゃったんですけど、まあこれ、まとめというかあれなんですけど、まあこの、なんていうのかな、まあどっちも一長一短、ではあるかなと思うんですね。うん、だ完全にウェブ系の勝ちとかね、そういうふうには別に思わないんですね。SIR でなんかちゃんとね自分のやりたいことをやらせてくれるところもあったし、割となんかリモートワークとかでね自由にやらせてもらえるところもあったし、自分の範囲外のところも手を挙げてやらせてもらえるところもあったんで、一概になんかねその SIR がクソというようなことは別に僕は思ってはないんですね。うん、なのでまあいろいろそのタイミングだったりね立場によってまあ見方がね変わってきたりするのかなっていうのは思うんですね。で、まあ最初にね結論としてはそのウェブ系の方がいいんじゃないかなというふうに言ったんですけれども、まあ、その理由的には、まあ、エンジニアとして、うん、いろいろな技術をね身につけていってスキルアップをしていきたい、まあ、そういうような気持ち、うん、であるならウェブ系の方がいいのかな。だけどこれちょっと経営者目線で見たときにそのお金的な意味ですね。うん。で見るとさっきのその月給というかだったりするところから、うん、あの SIR の方が良かったりするのかなっていうのは思うんですね。仮に僕一人、今別に一人会社なんで一人ですけど、これ例えば自分が、社員が例えば10人いたとすると、SIR で稼働させて、そのマージンもらうような、そのビジネス。あと結構ね、その経営者的にはとても、なんていうかな、安定収入になるわけですね。うん。だし、長くね、
活動してくれやすかったりするんですね、良くも悪くも、うん、だからそう、まあ、エンジニアにとってはね SI は結構敵というか、まあ、うん、あれかなとか思ったりするところもあるんですけど、うん、まあね、そういうこともそういう見え方もできるのかなっていうふうに思うんですね、うん、なんか勉強したい人はウェブ系行けばいいんじゃないとっていう感じかなって思いましたね。はいはい、ちょっとめっちゃ長くなっちゃった気がするんですけど終わりです。はい、じゃあご視聴ありがとうございます。また見てください。